はい、こんにちは、春木時給です。去年ご紹介されてもこちら、グラスロードですね。私がですね、ウベローゼンベルクさんのですね、中量級ゲームの中で2大傑作を挙げるとしたら、一つはヌーズフィヨルド、もう一つはこのグラスロードっていうのね、まあ、ことあるごとにお伝えしておるわけなんですが、このグラスロードのところが2021年のこの夏にですね、テンデーズゲームさんの方からミニ拡張同梱版というやつがね、再び出たんですね。基本の中身は同じなので、過去に1回レビューしておりますが、このね、ミニ拡張同梱版ということで、今回改めてご紹介し直したいというふうに思います。The Game Gallery。はい、というわけでね、こちらにグラスロードね、ミニ拡張同梱版のね、中身の方をね、ご紹介していきたいと思います。まあ、既にね、過去にね、レビューの方をご紹介しておりますんでね、今回ね、特徴のところをサクサクご紹介したいと思います。はい、こちらがですね、グラスロードのコンポーネントを出してみました。割とですね、この中量級という中でもさっぱりしたコンポーネント群なんですが、こっちがですね、まあ、全員プレイヤーの共通の建物があるボードなんですね。なんで、これのボードのところに置かれている建物を、自分のところに建てていきましょうってね。まあ非常にウベローゼンベルクさんのね、お得意なパターンですけども、こういう建物群があって、これを自分のところにどんどんと建てていくことによって、勝利点がついていたりするので、この勝利点をゲーム終了時に最も稼ぎましょう。まあこれは基本的な路線なんですね。で、ちょっとこれが変わってますのが、これグラスロードっていうぐらいなんで、まあガラス作ってるってことになってるんですが、最終的にこの辺がね、この一番下のゾーンのところが、これ最終ゲーム的には勝利得点、なんちゃらだったらいくつってよくあるやつですけども、最終素材をいくつ持ってるかによっても結構点数が出るんですね、このゲーム。一番最初からここに印字されてる連中もあったりして、建物が建ったっていうことと、途中で作り上げた生産物ですね、自分の手元のリソースがいくつ持ってるかによって点数が入るっていう、この2つをね、大きく最終局面に向かって作っていく、そういうゲームなんですよ。だから建物作りっぱーではなくて、資源もちゃんと持って残しておかないと点数が低いですよっていうところがね、いろんな戦略を取る、これ面白いゲームなんですね。で、このグラスロードの非常に特徴になってる点は、大きく2つありまして、1つが今喋りましたリソースコントロールですね。それこちらウベローゼンバーグさんこのタイプのやつ使ってるって、祈り働けたこのグラスロードぐらいしかないわけですが、これで資源コントロールするんですね。ここのところ中央のところにこのダイヤルの数字が書いてるんですけども、これがどの資源が何個あるかということを表しているんですね。ちょっと置いてみますね。こんな風な仕掛けになっていて、それぞれこの真ん中のところに書いてる小さい数字、それがそれの個数なんですね。なんでここだったら木材を4個持ってるとかね、水を3個持ってるって、こういうのを表してるんですね。なんでこのゲージが2種類あると、こういう形になってるんですね。で、これが面白いのが、ゲームの流れに従っていって、あるリソースを手に入ると、これガラスなんですけど、勝手にガラスができる理論があるんですね。なんじゃそりゃっていうと、ここにちっちゃい矢印があるんですが、ここから離れると勝手にガラスになる。何言ってるかというと、これが1個生産すると、これを全部1個ずつ使うとガラスができるんで、ここに間がいたんで、ピュッてこう回るんですね。今回りましたよね。そうすると、ガラスが1になったんですね。で、ここの生産物全部1個減ったんですね。これね、勝手に起きちゃうんですね。こっちのレンガっぽいやつも、これが1個上がると、キュッてこうやって、あ、俺今作ったのにこれ炭と思っても炭は0個になって、勝手にレンガが1個になっちゃう。まあ、もちろんこれね、レンガもうマックスになれば3個しか持てないので、この状態だとこれ以上たまらないわけなんですが、ここのところのいわゆる通常のゲームだと手元に来たリソースって水だ、木だ、石だ、いろんなものがありますけども、あれはいつ使って何に変換できるかっていうのは、プレイヤーが自由にコントロールできるっていうのが主なと思うんですけども、これの場合には余裕があるんだったら必ずピュッてこう勝手に変換されてしまって、あ、しまった。今ガラス作ったりレンガ作ったりする場合じゃなかったよ、だって俺今すすがいるんだもんとなるわけですね。ここのリソースコントロールが非常にままならない。なぜならばこちらのところでほにゃほにゃが何個つき1点とか、俺増やしたいんだけどなとか、いやまあ下手すと勝手にガラスになっちゃうなみたいな、ほにゃほにゃが何点っていう文脈がたくさんあるので、リソースコントロールをどうするかというのがまあ非常に難しいと、こういうゲームになってるんですね。で、肝心のゲームの流れはっていうと、いわゆるよくあるタイプだったら、自分の手番が来た時に建物を自分のリソースを払ってここに買って、リソース払って買ってって何ターンやったり、例えばこれをのければ木材が3個もらえたりって、まあ、よくありますよねっていうことになってるんですけども、このゲームはそういうことはできませんでして、自分の手番になる前にまずこちら
こちらのところにアクション選択カードなるものがいっぱいありまして、例えばこのカードだと木材を1個ここからのけたらすすが2個とこの白い粉みたいなやつが2つもらえますよっていう、この2つの効果があるっていうカードがあるんですね。プレイヤーは全員ここに同じ構成のカードを持っていますから、ここから各ラウンドの最初に5枚ほど持っとるんですね。5枚で、このアクションをするんですね。なのでこのラウンド俺じゃあ木材切ってすすもらって、だから建物を建てたかったらこの中で建物建てますよっていうカードを選んどかないとこれなんですけど、建てられないんですね。なので非常にじゃあこれで物をもらって、じゃあこれで木材もらって俺すすもらって建物を建てて、じゃあこれでこれすりゃいいじゃんっていうのをまあプロットしてくださいと、こういうゲームなんてですね。やっぱこれだったらまあ普通じゃねえかと思うと思うんですけど、実は手番3回しか来ないんですよ、5枚選んだのに。ここがミソになっていて、スタートプレイヤーから、例えば私は粘土運び人っていうのをやりますよっていうのを宣言すると、粘土運び人は水をね1個消費することによってこの粘土が2つ2つなんで4つ出ますよって書いてるので、じゃあ粘土を4つもらいましたよとかするんですよね。で、普通じゃんと思いと思いですが、他のプレイヤーも選んでる場合がありますよね。まあ、当然ありますよね。同じことしたい人がいるので。その人は強制出さされになるんですね。正確に言うと、このラウンド何をしたいかっていうのに、まず5枚選んだら、まず全員1枚ずつ同時に伏せて、スタートプレイヤーからペロッとめくって、粘土運び人ですよって言って、まだ手札に持ってたら出す。これどうなるかというと、ここのところにスロットがみんな、ボードを各自持ってるので、全員ねみんなこれ持ってますから、ここに空きが2つあるんですけど、出さされたやつはこの横へ来るんですね。で、横へ来てもまあ別にいいじゃんと思うと思い目ですが、実はこれ2列あるには理由があって、片っぽしかできないんですね。僕粘土4つ欲しくて出したんやけどって言いながら、ハルさんがこれを選んだので、じゃあ連鎖で強制出さされになってしまうので、じゃあ水を1個払って粘土2になりましたと、こういう仕掛けなんですね。つまりこれすごい考えどころがあるゲームでして、3手番しかないと言いましたが、5枚選んでますよね。だからうまくいくと他のプレイヤーに出さされならぬお得を2手番できるんですね。自分が絶対やりたいやつは3手番、残りに誰かが出してくれたら効果は弱いけど2手番もうちょっとできる。それすごいですよね。だって本当は3のやつが5できるんだからっていうことをうまく考えましょうっていうのはこのゲームなんですね。なのでやっていただくと、これ非常に分かってきて、あ、彼女木材ないわ、あ、分かった分かった、絶対じゃあ彼女木材を打つんだと、じゃあ僕木材今あんまりいらないけど、じゃあその中でもこの木を切って木材2を取るのか、それとも木を切って木材1個と建築っていうのを選ぶのか、それともここのこういったやつを除去して木材と、まあ、このドッカーをもらうのかと、どうもこの辺を打つなという感じ。あ、でもかなり木材足らないから木こり人だなきっとと、じゃあこれはもう彼女の時に出して僕2個でいいやと、じゃあ他どうすんねんと、こういう読み合いをするわけなんですよね。隣のプレイは彼絶対建てるわと、でも十分資源持ってるもんと、あ、じゃあ2軒建てたいに違いないっていうダブル建築できる建築家とかあるわけですよね。この読み合いが実は非常に面白くなっていて、ただいいのはこれ外れても自分プレイすればいいんです、絶対ね。自分が出すことは絶対できるので、じゃあこれは多分出させてもらえるから、じゃああとは僕それ以外のやつが欲しいので、じゃあ木を切ってすすがもらえる焼き畑農家とか、水が運べるやつとか、じゃあ粘土がもらえるやつと、じゃあこれは僕自分で出そうと、多分誰もいらないだろうと、こういう準備をして、あ、いいですよ、じゃあ皆さん1枚目よって言って、ここに出したやつはね、被っててももう出さされがないので、さっきのようなどっちかしかっていうのはないんですよね。で、こういうとこまで本当にやりたいやつは伏せればいいんですよね。でも、どっちかから先やるかわからんというやつは、こっち後にしようと思ってると、建築出してくださいって言われて、しまった、こっちが先だったか、でも木材がないから僕今立たなかったんだもん、なんてことがあると。こういうゲームなんですね。なんでゲームそのものはもうめちゃくちゃ今ほとんど喋ったので、ここの自分のところでこの中から自由に5枚選ぶ、スタートプレイヤーから1枚ずつ伏せる、じゃあオープンする、森林管理人持ってますか、みんな持ってない、じゃあ私これやります、その人がオープンするってのやったら、じゃあ2枚目伏せますというのを3周して終わったら、あっという間にワンラウンド終了。途中で重複していれば、その方向が弱くなって、上か下かどっちかやってくださいよと。これだけなんですね。で、資源が手に入ればここのところのゲージを回せば良いし、
ここのところ購入するにはもうここにもうもろにローゼンベルクさんパターンのここに購入費用を書いているので、これをこっちに持ってくると、だんだん邪魔になったらこれをどん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 除去して資源に変換するっていうカードはここにご邪魔んと入っているので、空き地が作りたかったらガンガン空き地が作る。ただし一旦開けてしまったら今度植えるっていう能力はこの中ないんですね。こっちの中であるのを取るしかないので、木を切りまくった挙句に最後森が一個残ってれば何点っていうのを取っちゃったら、島取れもハゲ山だよなんていうこともあったりする、流れを読む力もありますが、この自由度が効くようで自由にならない、このリソースコントロール、ここのところがね、じゃあレンガをピピって払ってしまった上にチュッチュッて入手したら、あ、しまった、また作っちゃったレンガなんてなるんですよね。粘土も減ったわけですけどね、これね、汚れ減っちゃうから、ここもこの黄色いやつを3つ上げて、あ、これもらしまった、ガラスできたわとかなるんですよね。もちろん最終的にこれの個数によって点数が入ったりするので、最終的にはこの個数って非常に大事なのですが、ここのところのカードを毎回選んで伏せるだけ。その結果、私はなんちゃらを払って何とかをもらう、なんちゃら払って何とかもらう、または立てるっていうカードを5つ選ぶ。この選ぶ時に他人とうまく重複してワンラウンドで5枚使い切りたい。誰も重複しなかったら単純に5枚選んだけど、3回使って2枚は発動しないまま伏せるだけなんですね。だからやりたいと絶対できるんだけど、もうちょっとお得に行きたいですね、どうせだったらね。こういう流れで、あ、彼女は、あ、彼はっていう読み合いをするというところ、もちろんこれもラウンドごとに先手番で先着順でいいのはどん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 取られていきますから、明らかにあれは買うなと、僕より先手番取られるの間違いないから今はいけないからこっちっていうような読み合いの文脈が強いっていうゲームがこのグラスロードになっておりました。なのでこのグラスロード、ちょっと前のゲームなので非常に簡単なんですね。こちらルールブックのところもですね、まあ最近のたくさんルール多いやつ多いですけど、セットアップがまあここの3ページぐらいまであった後ですね、ここにゲームの概要がまあここから始まるんですね。4ページから始まって、ピュッ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 と言って終わったら、もうここで終わりなんですね。なんで6ページ、まあここの下半分なんで、正味5ページ半しかないんですよ、このゲーム。ほとんど私が喋ったことの、もう効果の解決しか書いていないので、ものすごいルール上最近の比べて少ないんですよね。で、後ろの方にはこのカードのね、とか、あ、建物の解決方法とかが厳密に書いてるので、どういうこのコストですよとか、どういう VP もらえますよとか、どういう効果ですよっていうのは、ここで確実に分かってるようになっていますが、非常にルール量が少なく、他のプレイヤーとの絡みっていうのを十分に味わえる。しかも、ヌスフィールドと違って、実はこちらのところは、ほとんどここアイコンで分かるんですね。文字をコマゴマ読むというよりは、慣れればパッパッと見れば、あ、これ粘土7個もらえるんだよねとか、あ、これはこれに変換するんだよね、これ持ってれば、これをベロッと剥がせば、炭もらえるんだよね、みたいな建物だよね、みたいなやつは、分かるんですね。この青いゾーンは 手番で何回でも使っていこうか、この真ん中のゾーンは1回だけの収入、一番下のゾーンはゲーム終了時の勝利得点っていうのは完全に決まってますんで、非常にアイコンから分かりやすい。そしてやるところはこの5枚をいかに選び抜くかっていうところがポイントになってるというゲームでございますので、非常に中量級として分かりやすく読み合いが十分ある、そして長すぎないゲームなんですよね。このところはですね、いろんないい要素が詰まってると思います。ただし標準ゲームだと4ラウンドで終わるんですね。たてこのマニュアルによると建築ピリオドって書いてますけども、つまり4周したら終わりなんですね。あの5枚カードを選ぶやつを、これやっていただく分かるんですけども、ものすごい不完全燃焼します。最初はそれでもいいと思うんですけど、もう1手番あったらあれとあれとあれができるやんっていう感じがすることが結構あります。でそれはこのマニュアルのですね、こちらのところのここの12ページもこの辺のにも書いてるんですけども、より長いゲームをプレイした場合は5回の建築ピリオドをプレイすることを推奨しますというふうになっていて、一定回数慣れたらゲームは5ラウンドでやる方が面白いと私個人的には思います。これちょっと個人的な好みがいろんな方があるのでちょっとわからないですけども、4ラウンドで終わるともうちょいやらせてくれと。1ラウンド目って本当できないんですよ、物がなくて全然。なので2ラウンド目3ラウンド目でようやくドライブがかかってきて、よしよしいいぞ回るぞ、4ラウンドは終わりかってなる時があるので、まあ中量級限なんですけどね、プレイ時間の問題があるので、なんですけど個人的には5ラウンド回すことによって非常に面白さが味わえるゲームだということになっているので、できれば5ラウンドも試していただきたいと思います。欠点としてはここね、結構ミスります。この間がどっちだっけとかね、ここがもう今のダブルレイヤーとかいう時代じゃないやつなんで、あ、ガチャガチャってなっちゃった今ね、これね、ほらこれ、これがたまに起きます。なのでもうここのとこだけはしょうがないので、もう厳密にこう見ていただいて、
こういう形でうまく置いてとか、ちょっとやるしかないので、ここはね、本当もうこうなったらもう終わりなので、このゲーム。さっぱりわかりませんので、こうしたところのコントロールは今の最近のダブルレイヤーなんかとして使ってきっちり入る形ではないので、こういう、本当どっちだっけみたいなね。もうこうなったら少ない方に合わせるしかないですよね、もうね。すいません、ね、多い方を渡したらね、その人有利になっちゃいますからね。まあ何でもしょうがないんですけども、ここのところの管理は気をつけていただきたいというふうに思います。そして、今回のミニ拡張同梱版ですが、こういうのが入ってるんですね。私は個別のやつで持ってるんで、これマサラのまま置いてありますけども、新しい建物がちょっと増えてるんですね。この2種類のところね。1回きりの効果っていうのと、ゲーム終了時の得点っていうやつがちょっと増えていて、特殊カードが1枚ほど入っています。これについてはテンデンさんのウェブサイトの方からですね、今回なんかがね、全部追加でダウンロードできるようになってますんで、まあ、こちらの方入れてみて試していただければいいんじゃないかなと思います。私実はね、前のやつ持ってたんですが、これ出てきたことないんですね。こんだけあるから。なんかね、出なかったので、私もちょっと効果はわからないんですけども、まあ入れてもいいんじゃないかなと思いますんでね。まあせっかくなんで、混ぜて楽しんでみるのも面白いんじゃないかなというふうに思います。The Game Gallery。はい、というわけで、こちらグラスロードをご紹介いたしました。いやー、これね、ローゼンベルグさんたくさん作品出してますけどね、プレイ時間がまあほどほどで良くて、十分な駆け引きを楽しめるっていう、中量級の中ってね、やっぱピカイチだと思うんですね。本当にあの5枚を何を選ぶか、毎回全部の中から5枚選びますからね、みんなのリソース動向、建てたい建物動向などをピッピッピュッと見て、自分がどうしてもやりたい3枚と重複してお得になる2枚を選び出すっていう、このプロセスで非常に面白いんですよね。で、中身のところは本当にもう何かを変換する、何かを払って資源をもらう、建物を建てるが、もうこの文脈ばっかりなので、種類は非常に分かりやすい。ただし資源の種類がたくさん多いので、どれを優先的に作るのか、なぜならば最終的に得点にしたい資源、建築物のリソースにしたい資源っていうのがね、別々ありますんでね、それをどうコントロールするかっていうところを考えるというところに集中しやすいっていう面白さがねあると思うんですね。非常に分かりやすい割に何回も繰り返し、私結構の数プレイしましたけど、いや毎回面白いんですよね。みんなの読みも違いますし、流れも変わる。建物がかなり多いんでね、出る順番も結構違うんですよね。ということもあるので、ヌースフィールドも相当な数プレイしましたが、このグラスロードは本当に私個人的にはもう大推しのゲームなのでね、ぜひぜひお試しいただきたいというふうに思います。少し古い前のゲームなのに、ソロモード、2人用モードからね、4人用モードまでずっとあるというところもね、一つの魅力なんじゃないかなというふうに思います。というわけで今回ですね、ミニ拡張同梱になって再び登場してきたグラスロードを改めてご紹介いたしました。ザゲメチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。